あ、みんなちょっと待った。なりしすべし、くだらないこと言ってないで戻ってきて。よかった、戻った。範囲外に出れば戻るっぽいし、割と問題ないの。問題なくない、分かったことちゃんと説明してよ。あの指導の銅像みたいのがある場所に侵入者が入るとネズミになるっぽいな。我が輩たちはネズミ風情ってわけか。腹立たしいぜ。けどなってる間は気をつけた方がいいな。ネズミじゃドアもあかんし、敵に出くわしたらボッコボコだぞ。つまり身を隠す以外は何もできないってこと？参ったわね、完全に受け身じゃない。どこかに抜け道でもあればいいけど。